今回は襟付きのジャケットを作ります。皆さんこんにちは。着物リメイク教室の花です。今回は大きな襟のついたジャケットを作ります。前の打ち合わせはダブルの深い打ち合わせで、両面着られるリバーシブルにしています。このジャケットは柄のある大島紬に男性用の無地の紬を組み合わせて作っています。ジャケットの表側と裏側は同じ生地を使って違った組み合わせで作っています。このようにダブルの前端までつけた襟は折り返すと大きな襟になります。上までボタンを留めるとこんな感じの襟になります。今回ずっと悩みながら作っていたのですが、リバーシブルでもダブルの場合はボタン1で裏側も右前に作れるのですね。後で気づきました。もう動画の撮影は終えていたのでそのまま使っていますが、訂正して解説していきますので安心して見てください。ジャケットの方は修正して動画の最後の方に解説しています。それでは作っていきます。まず型紙のサイズです。今回はいつものようにゆったりサイズです。特にアームホールは前に作ったリバーシブルコートよりこれくらいゆったりサイズにしています。袖の方は幅が広いので前袖と後ろ袖別々に一幅ずつ必要です。襟は後ろ中心輪に作ります。ポケットは表生地にシームポケット、裏生地にパッチポケットを作ります。それでは裁断していきます。まず表側の生地で前身頃からです。ダブルの打ち合わせで身幅は広くなっています。このように脇の方で生地を足して裁断します。柄合わせをして先にミシンで縫い、縫い代は割っています。生地は中裏に合わせてこれで裁断します。両面チャコペーパーを使う方は印付けをしてください。縫い代のサイズです。襟ぐりの前中心とポケット口に印をつけます。次は後ろ身頃を裁断します。このように型紙に縫い代をつけて裁断します。後ろ身頃の方はシームポケット口に印をつけてください。次は袖を裁断します。今回のジャケットはゆとりのあるアームホールです。袖幅が広くなっています。前と後ろの袖は袖山で継ぎ目を入れます。型紙にはこのように縫い代をつけて裁断します。
次は裏側の生地を裁断します。前身頃は無地の紬です。幅が足りないので今度は前端の方で生地を足します。上に柄物の大島紬を乗せて継ぎ目を隠そうと思います。ミシンをかけて縫い代を割っています。これで裁断していきます。このように縫い代をつけて裁断します。裏側の方にはパッチポケットをつけたいと思います。ポケット位置はしつけ糸で切りびつけで印をつけます。次は裏側の後ろ身頃です。同じように型紙に縫い代をつけて裁断します。表襟と裏襟を裁断します。折り返す襟になっているのでこのように裏側の襟が表に出ます。どちらの襟につけるか決めてから裁断してください。大きめの襟でしっかりさせたいので、表襟、裏襟両方に接着芯を貼ります。先に接着芯を大きめにカットして、生地の裏に貼ってから裁断していきます。後ろ中心を輪に裁断します。印付けはネックポイント、前中心、それと広げて後ろ中心の上下につけてください。次はポケットです。表側にはシームポケット、裏側にはパッチポケットをつけます。これで裁断終了です。袖は表裏同じ生地を使うので8枚裁断しています。それでは縫製していきます。まず表側を縫います。前身頃に接着芯を貼ります。前端とポケット口です。この大島紬は少し薄いので見返しの形に接着芯をペタンと貼ります。厚みによって芯の貼り方は調節してください。ポケット口は 2,3 センチの幅の接着芯を貼って後から印をつけておきます。襟ぐり部分前中心にも印をつけます。次は両サイドにシームポケットをつけます。ポケット口を合わせてポケット口の間にミシンをかけます。次は前端にループをつけます。ループ1です。ここが間違ったところです。ループは左右につけます。ダブルの場合は左右に留めが入ります。ループを作ります。生地をバイアスに5ミリ幅で縫ってループを作ります。
5.5 センチの長さに6本作ってください。3本しか作っていませんが、左右の前端にループをつけます。ミシンで仮止めします。ミシンでつけにくい方は手縫いで仮止めしてください。次は後ろ身頃です。こんな感じに襟ぐりに芯を貼りました。これも生地の厚さによって調節してください。後ろ中心を縫い、シームポケットをつけます。次は肩を縫います。肩の縫い代は 1.5 センチです。縫い代を割って襟をつけていきます。表側の身頃につける襟は裏側の方に折り返ります。襟をつけるときは身ごろは広げて襟を上に合わせていきます。まず後ろの中心を留めて左右前の方に合わせていきます。ネックポイントと前中心の合い印を合わせて前端まで襟がつきます。身ごろの肩の縫い代は割ってください。このように待ち針を留めて生地端から生地端までミシンをかけます。ミシンをかけて縫い代は割ります。身ごろ側が少し引きつると思います。ところどころに切り込みを入れていってください。襟がついたら袖をつけます。まず前袖と後ろ袖は袖山でつなげます。袖付けの時も身ごろを広げてつけるとつけやすいと思います。上に袖を乗せて、まず袖山を合わせて左右脇の方へ留めていってください。こんな感じに細かく待ち針を留めてミシンをかけます。
はい、袖がつきました。次は脇を縫います。シームポケットがあるので袖下からポケット口の上まで、そしてポケット口の下から裾までというようにミシンをかけます。この時ポケットは縫わないように注意してください。脇を縫ってポケットの周囲を縫います。今度は脇の縫い代は折って縫わないようにミシンをかけます。ポケットは前身頃の方に肩倒しして、脇の縫い代は割ります。ポケット口の上下に貫抜き止めをします。表側はここまでです。次は裏地の方も同じところまで縫います。裏側にはパッチポケットがつきます。ポケット口を三つ折りして端ミシンでポケットをつけます。あとは表側と同じように縫ってもらったらいいのですが、どんでん返しする時の返し口が必要です。左右どちらかの脇15センチから20センチを開けて脇を縫います。これで裏返しのままで2枚合わせていきます。まず背中同士を中を表に合わせます。これで前端を中表に合わせられます。左右の前端を留めて先にこの部分を縫います。縫い代1センチで生地の端から端までミシンをかけます。次は襟の上の部分を縫います。縫い代1センチで生地の端から端までミシンをかけます。次は裾を縫います。
脇と後ろ中心の縫い目を合わせて待ち針で留めます。裾は縫い代2センチつけていますが、1センチでミシンをかけて1センチの規制を作ります。こんな感じになりました。これでまだ表に返さないでください。袖口も縫ってから一気にどんでん返ししないと返せません。袖口を合わせます。わかりづらいですが、生地端を揃えて中表に合わせて留めていってください。袖下と袖山の縫い目は合わせます。縫い代 1.5 センチで1周ミシンをかけます。この部分もミシンがかけづらいのですが、少しずつ回しながらかけていってください。どんでん返しする前に縫い代を肩倒しにします。アイロンで縫い目のところで表側に肩倒しします。裾の方は1センチでミシンをかけていますが、2センチ幅で肩倒しの折り目をつけます。これで返し口から一気にどんでん返しします。襟先と裾の角を出してアイロンで仕上げます。裾はこのような規制になります。裏側の返し口は手縫いで閉じてください。仕上げにステッチをかけます。前端から襟の外回り、前端まで続けて一周ステッチをかけます。ボタンをつけます。持ち出しが8センチあるので、左右の重なりは16センチになります。2センチの大きさのボタンを左右3個ずつつけます。後で左前にもループをつけてボタンをつけ直しました。これで悩んでいた下前を留めることができて、おまけに裏側を切るときも右前になりました。
ちょっとしくじってしまいましたが、いかがでしたか？今回はダブルの襟付きジャケットをリバーシブルで作りました。欲張りすぎたかな？では、また次の動画をお楽しみに。